俺の人生における最終手段だからな、お前。なんかやってる、なんかやってる。どうぞ。いいね。そう、俺が思ったよ。今日はどんな女に会えるんだろうな。いや、あなた必要ないでしょ。え、オーディション必要ないでしょ。あのね、今日俺のために集まってもらう。やらねえわ。絶景見ようぜ。いや、絶景ね。絶景は絶景だけどさ、絶景を見ようぜ。まずは見てください。今日の会場こちらですよ。いや、高い。こんな高いとこで、こんな鼻くそみたいな男の、鼻くそみたいな男です。こんにちは。今回はですね、もう脚本から台本からターボーさん全部やってくれてまして、いや、もう質問の方僕はもう何でもいい。ああ何でも知りませんので、もう適当にもう楽しく審査員やっていこうと思います。本日の主役にインタビューしていきましょうか。座れよ、お前。どうぞどうぞどうぞ。怖っ、やばっ。今ちょっとゆっくりになった。一瞬なんか時ゆっくりになったから、走馬灯みたいな感じ。座れよ。何年ぶりですか、彼女的に。結構ね、彼女いたことない。彼女イコール年齢でしょ。10年ぶりということで。なんで端折るの。はい、なんでそんな急ぐの。大体僕把握してる。まあな、なんで聞いたんだよ。じゃあ応募総数が200ぐらい。いやー、本当にありがとうございます。その中から第一次で、はい、書類審査で、60名ほどに絞りました。そうだね。あ、で本日、いろんなね、日程の関係がありますので、来るの何名か分かりませんけれども、10人以上の女性から好きな人選ぶって、マカオの使うとこしかできないから。そうね、ちょっとね、あんまりね、下ネタとか言いたくないんだけど、やっぱそうなっちゃうよね。とりあえずあれですね、まあ今日の気持ちというか、こんな感じでこう、いろいろ追われてるわけなんだけど、はい、本当は恋愛において僕は追っかけた派なんで。噛んでますけど大丈夫ですか。メロメロにさせてほしい。もうメロメロにさせてほしい。プラス、もうちゃんともう厳選していきたいと思う、はい、この目で。多分これ逃したら俺彼女できないからさ。ああ、めちゃめちゃ厳選に行くよ、ほんとに。超主観。まあ、ファンの中にはあれですよね、ターボーさん、こんなんで選んでいいのかみたいな、うん、声もまあ、少数ありましたけれど。まあ、それはあるよね。まあ、でもしょうがない。こうでもしないと無理なんだから、俺は。ああ、そうですね、まあ、これターボーさんがやりたいって言ったことですか、ね、そうそう、これね、俺の人生における最終手段だからな、お前。了解で、ターボーさん戦ってますからね。ああ、ご褒美みたいなもんですよね。ああ、24なんだよ、俺も。ああ、頼むわ。いや、もうすぐ素敵な女性たち来ますので。そうですね、かっこいいバチバチの衣装に着替えていきましょう。いや、そうですね、行きましょう。窓はせ、ターボ彼女オーディション。始まりました。何人か多分 YouTube の YouTuber の方やってますけど、はい、まあ、付き合ってない方ももちろんいると思いますけど、はい、こちらはもうね、童貞ですから、この方。ガチで付き合い満々です。はい、こんにちは。こんにちは。おもろ。しっかっ。みんなガチだもん。僕らはもう関係ないんで。うわぁ、来たぁ。どうもどうもどうも。よくぞ来てくれました、皆さん。なんかやってる、なんかやってる。バーコードついてる。よろしくね。バーコード取ってから。そうやん。大会の言葉というのをね、まずは言わせていただきます。毎年毎年やっぱりね、まあ、寂しい一人な人生を過ごしてきたわけですよ。1ヶ月前ぐらいに、ね、ちょっと YouTube で猫の動画を見てたんですよ。わあ、猫かわいいなと思って。どうせ冬一人だし、なんかもう猫飼って寂しさ紛らわそうかなと思った、うん、でも俺それ違うと思う。あくまでも人恋しいのであって、うん、猫恋しいわけじゃないから。なるほど。俺はあくまでも人が好きだから。俺はあくまでも人が好きだから。というわけでこのオーディションを開催しました。まあなんかね、ボケてますけど本人ガチなんですね。いや、ガチですよ、僕は、はい、もちろん。ということで、じゃあいろいろお話ししていてください。はい、その前一旦ちょっと僕の好きな女性のタイプというのをちょっとホワイトボードに書こうと思います。いる？いるっすね。やっぱ俺の好きなタイプとやっぱこう照らし合わせたら、ね、分かりました。じゃあまずは1番の方、お名前をお願いします。レイナです。さ、声かわいいね。1番、声よく作ってもらえないんだ。声よく、みことです。
漢字でどう書くんですか。難しいで書きましょうか。あ、お願いします。はい、これ気配りね。あ、いい。気配り、思いやりある。思いやりある。思いやりある。この花持ってれば持ってるこそ僕の評価ない。おー、なるほど。彼氏何人いましたか。今まで5人です。5人。あ、結構多い。あ、結構多いですね。僕は何人とお付き合いしてましたか。13人。これは別に童貞目線じゃなくても多いよね。YouTube 見てて仕草がすごい好きなんですよ。仕草、ツイッターとかだったら おにぎり加えてる写真最近載せてたじゃないですか。ああ、そうだね。出張ぐらいは変えるんだ。なんか自然な可愛さがする。どうなんですかね、これは。仕草ですか。そう、丁寧に会話する。喋らせるな。もしも彼女ができたらどういう対応するのかってサブでだと思うんですけど。ああ、あげたね。その時に俺タピオカ嫌いなんだよねって言った時に、あ、この人本当に素直っていうか、思ったことに嘘がないっていうか、あ、そのことなので、効果も出てます。中身系、嬉しいね。中身系が嬉しい。天体観測が好きで。天体観測、夜、今寒い時期の方がすごい見やすいんですけど、うん、まあ、あわよくば天体観測に行きたいですけど、その前にプラネタリウムに一緒に行って。うわー、いいなー。あ、いいなー。あの、星ってすごいんだよっていうのを伝えてから2人で天体観測行こうみたいな。なので、一緒に行きたい。プラネタリウムいいなぁ。一本。あら、一本だ。これは、これはこれは一本です。見切ったわ、今。愛が伝わるね。いや、お前の右のやつさ、うん、履き違いすぎてバカ真面目にやってるけど大丈夫。全然会話してないよ。3個ぐらいあるんですけど。おぉ。この時期だったらスノボ。ディズニー。ディズニーね。いいね。甘寿司。できた方から挙手してもらって。おお、さすが。おお、はい、時間が来たら終わっちゃうから自己 PR します。お、自己 PR。 どれぐらい本気かっていうことを伝えますね。はいはい、はい、私実は DJ イベントの前日まで彼氏いたんですよ。マジか。マジか。で、なんでこうなったかっていうのを伝えますね。8月ぐらいからこう、まあ、放置されるようになって、その時にST スタジオの動画を見て、その中でもカーボーさんが大好きで、もう別れてアタックしよう、もう企画がこうあるっていう前に私はもうアタックしようと思ってたんですよ。そしたら彼女オーディション開きますって言ったから、これは行くしかないと思って今ここにいます。うわー、これは本気ですね。本気だね。本気伝わりますね。本気やな。本気だ。いっぱいんぞ。これやばいな。手の一人します。おあー、好き。俺大好き、キングダム。マジ好き。いや、ちょっとその質問ね、いや、いろいろいすぎて困るんだけど、超好きと、パルパルパル。何が好きですか。なんだ。なんで。それが悪いです。終わりある。どういう状況。付き合ってから、どんぐらいでキスしますよ、皆さん。それ聞きたいですね。人によりますけど、キスは割とすぐします。すぐっていうのはどんぐらい。例えば付き合って次の日会うじゃないですか、うん、そしたらバイバイのチューとか。バイバイのチュー、うん、おお、燃えた。今すぐにでもできます。やべ、ガチセレしたわ、気持ち悪い。寸止めのシミュレーションまでした。あ、寸止めだ。寸止めで。これ収めときますね。寸止めで。お前があんな照れてるの俺初めて見た。ガチなんだなっていうのは伝わってくる、うん、こいつが照れてるのもガチなんだ、うん、本当に。いや、やばいな。カーボーさんしたいタイミングで。俺のしたいタイミング、うん、もうちょっとね、眠いって時になってももううんってやったらうんってしてくれるみたいな。全然します。あー、いいね。そう、俺も思ったよ。正解のことをお願いします。俺の思ってる以上に細かいところまで
見てくれて、まずそれがまず嬉しかったです。変な質問とかようわからん質問したけど本当にちょっとごめんなさいね、もうもう、ひれすぎてる本当にでも、皆さんの本気が伝わりました。これをもちまして、閉会といたします。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、お坊さん、一番お相手。こんだけ異性の人から褒められることってマジで人生初すぎて普通じゃない、もうもうすでに普通じゃない。次がじゃあ最終2部ですね。はい、2部もこの調子で悔いのない部分、はい、やっていきたいと思います。2部の話し合い、動画で見るとアボン待ってね。あ、すげえ、やべえ、ガチ。あ、もうちょっと弱めで。おー、最終審査へ通過する3名の方にターボーから、花が渡されます。おー。